ホセルス・サンチェス・ベサホセルス・サンチェス・ベサは、チリのパイロット、航空機設計者である。1909年に、エミリオ・エドワーズ・ベッドと共に、チリ人として、初めて航空機による飛行を行った。サンティアゴのサトウキビ大農園の家に生まれた。若い時に、フランスに渡り、エドワーズ・ベッドと親しくなり、共同で、ガブリエル・ボアザンから飛行機を買い、フランスで、 飛行訓練を受けて、チリ人最初の飛行を行った。まだ技術的には未熟であったが、1909年にランスの国際飛行大会に参加した。その後、ベルリンやハンブルクでデモ飛行を行った。1910年8月9日に飛行免許を取得した。エドワーズ・ベッドが事故を起こして、チリに戻った後も、航空の世界に残り、飛行学校を経営し、 航空機工場を設立した。第一次世界大戦では工場をフランス政府に寄付し、フランスから勲章を受訓した。ディリクシーンゼネラルデエリノーティカシビル、パイネローズエリノーティコスチルノス。ありがとうございます。